先日の台風15号の被害に際し、心からお見舞い申し上げます。また、被害に遭われた地域の皆様の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。皆さん、こんにちは。タキオワークスザ・セカンドでございます。私はただいま、静岡県伊東市にあります、風来坊さんの前に来ております。アジたたきやアジフライもなんか良さそうですね。ここはラーメンが美味しいと聞いておりますので、早速中へ入っていくことにしましょう。店内に入り、案内されたカウンター席へ。はい、すいません。こちらの地魚ラーメンの半チャーハン付き。それと、はい、塩でお願いします。塩で、はい、それとあとは焼き餃子5個入りでお願いします。以上でお願いします。一度に入れると冷めてしまうので、召し上がりながらお入れしながら召し上がってください。で、味を変えるとき生姜レモンでまた風味を変えることができますので、よろしければお使いください。はい、はい、いただきます。これが地魚ラーメン。スープに入った麺とは別に具材が別の皿に盛られたスタイル。麺は見たところどちらかといえば細麺の部類と思われます。地魚の出汁が効いたスープとよく絡みます。手作りのザーサイラー油やもろもろの薬味で味を調節していきます。さらに生姜とレモン汁で味を調節していきます。麺のみならず別の皿に盛られた具も食べ進めていきます。当然ながら麺も食べ進めていきます。麺や具を平らげたところでスープもいってみましょう。名前通り地魚の出汁が使われたスープで、今回はその地魚の出汁を味わいたく塩味にしました。このスープ、見た目からして飲み干せそうです。などと言いつつ、しっかりと飲み干しました。せっかく半チャーハンセットを頼んだので、半チャーハンも行くことに。なるほど、ラーメンのお供にはちょうど良いサイズ。もちろん
完食いたしましたのでご安心を。餃子も行ってみましょう。餃子自体はごくごくオーソドックスな焼き餃子。今回は5個入りを注文。などと言いつつ最後の一口をパクリ。ごちそうさまでした。今回の風来坊さんはですね、ラーメンが美味しいと伺っておりましたけれども、いざ食べてみたらまさしくその通りって感じでした。糸といえば魚ということで、今回は地魚ラーメンにしたんですけども、これが良かった、また食べてみたい、そう思える味でした。それではご視聴のほどありがとうございました。ご意見、ご感想等ございましたら、コメント欄にてお願い申し上げます。また、お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。